くよです。葵だぜ。ねえ葵、私今日はモヤモヤしたい気分なんだけど。なんだよそれ。相変わらずいきなり変なこと言い出すな。ああモヤモヤしたい。それじゃこんなのはどうだ。解決したけど解決してない事件とか。何それ日本語が崩壊してるじゃない。それは表向きには解決したってなってるけど不可解な点が多くていろんな推測もされてるやつっていう。多いね。そうそうそういうのが欲しい気分なのよ。OK。それじゃつくよの謎すぎるご要望にお答えして今回はそんな事件をいくつか紹介しちゃうぜ。もやもやかもん。まずは1989年に福島県の女性宅にあった汲み取り式トイレ。いわゆるボットン便所の中から男性の亡骸が発見された事件だ。どんな状況よそれ。男性が自分で中に入ったわけ？最終的には覗き目的の事故であると警察は処理してるぜ。いやいやそれってどんだけよ。事件の詳細はこうだ。1989年の2月28日、福島県田村郡の宮古寺村で、小学校の先生をやってた23歳の女性が夕方6時頃帰宅し、その後トイレへ行くと便器の下に人間の頭があるのを目撃する。女性はびっくりして家の外にあった汲み取り口へ向かうと蓋が開いてて、中を覗くとそこには人間の足があった。その時はまだ覗きの男を発見したって思ってたのかしら。そう、それでその後通報を受けた警察や消防団が現場に駆けつけ、便槽内の男性を引っ張り出そうとするがうまくいかず、結局ショベルカーで地面を掘り起こして便槽を破壊し男性を引きずり出したんだが、その男性はすでに命を落としている状態で警察とかはホースを使ってその亡骸を水で洗い流したんだ。汚れてる状態だったからということね。だな。その後消防団の詰め所に運ばれた亡骸はそこでもまた水で洗い流され、その後に体の状態が調べられると肘や膝にかすり傷があっただけでそれ以外は目立った外傷がなく、命を落としたのが発見される2日前でその要因は肺が圧迫したことによる呼吸困難と寒さによるものだとされる。そして発見された人物が女性宅から車で10分ほどの場所に住んでた26歳の男性であると判明し、警察は男性が覗き目的で便槽内に侵入しそのまま命を落としたと結論付けたんだ。そんな覗きをやっちゃうなんてヤバい人物だったのかしら。それが全然そんなことなくて、発見された男性は原発保守関係の会社に勤めていて人望もあり、結婚式で司会を頼まれたり村長選挙で応援演説を頼まれるような人だったんだな。だから男性の最後が事故だとされた後、彼は覗きをするような人じゃないといった声も続出する。またその男性は発見される4日前、父親にちょっと出かけてくると自宅を出たきり、行方がわからなくなっていて、後に現場近くの駐車場で、またすぐに車を出すかのように斜めの状態で止められている男性の車が発見されたんだ。ほほう。さらに男性が履いていたと思われる靴の片方だけが発見現場から距離のある川の土手で見つかり、もう片方の靴は発見時に男性の頭近くに置かれていた。そんなの不自然すぎるんじゃ。そう、だから真冬で雪も積もってる中片足だけ靴を履いて現場まで向かったのか。はたまた何者かが男性を土手から連れ去ったのか。といった声も世間から上がるようになる。またそれと同時に男性はどうやって便槽内に入ったのか。という部分も注目され、テレビ番組が同じサイズの便槽を使って実証したりもしたが、発見された男性より少し体格の小さい番組スタッフでも便槽の中へ入ることはできなかった。ちなみに発見された男性は身長169センチで体重69キロという体格だったが、汲み取り口の入り口は直径が30センチで中の口径は36センチだったんだ。それじゃ誰かが男性を無理やり押し込んだのかしら。成人男性の肩幅の平均が40センチほどだから肩をすぼめて無理やり入った。もしくは無理やり入れられたということになる。だから男性は誰かに命を奪われた後便槽内に押し込まれたんじゃないか。といった話も浮上するようになるんだな。状況的にそんな話も出てきちゃいそうよね。でもそれはあくまで推測された話なんでしょ？そうだ。だからそれを前提に話を聞いてほしいが、まず男性は被害者女性と知り合いであり、以前に男性は被害者女性からいたずら電話に困ってると相談を受けていたという。そして男性は被害者女性の婚約者と一緒にいたずら電話をしていた相手を突き止め警察に相談していた。つまりその相手が逆恨みして男性の命を奪ったんじゃないかっていう。なるほど。ない話ではなさそうね。もう一つは男性が村の選挙絡みで命を奪われたんじゃないのかという話で、その内容は応援演説を引き受けていた男性が選挙の不正に気づき、それを知った人たちが口封じする目的で男性の命を奪ったんじゃないかっていう。不正ってどういう内容なの？
簡単に言うと選挙の中では色が存在し票を集めるためお金をばらまいてたっていう話で、正義感の強かった男性がそのことを知って応援演説をやめてしまったとか、失踪した前日に会わないといけない人がいると友人に話していた、といった話が存在してるんだな。それがもし本当だったら相当闇が深そうね。そう、あくまで本当だったらっていう。だから警察が結論付けたようにただの事故かもしれない。ただ事故だとするには不可解な点が多すぎる。といった感じで今でも不気味な出来事としてたびたび話題に上がる事件となってるんだ。男性の靴が別々の場所で片方ずつ発見された。っていうのが個人的には一番引っかかる部分かも。お次は2006年に東京の文京区で血まみれの男性が自宅で発見された事件だ。発見されたのは28歳の男性でその時自宅には妻と子供もいたが、発見したのは貸してた車を引き取りに来た男性の父親だった。それじゃ奥さんや子供が寝てる時間だったのかしら。そうだ。そして発見された男性のそばには細長いナイフが置かれていて、その後に警察は男性がそのナイフを喉に突き刺し自決したと結論付け、それが持っているだけでアウトなあれによって錯乱した結果だとして捜査を打ち切るが、男性のご遺族はその結果に納得しなかった。つまり不審な点があったと。そう、家の中からあれが入ったビニール袋が見つかってたんだけど、その見つかった場所が男性の発見された部屋ではなかったのにビニール袋に血が付着してたんだ。だからご遺族は自分を刺した後そんな行動を取るなんて不自然だと考えたんだな。なるほど。そして2018年、未解決事件を捜査する特命捜査対策室が事件の再捜査に乗り出すことになる。つまり警察も不審な事件であると認識していたということで、その後に捜査員が男性にとってあれ関係の仲間で刑務所に入っていた男を追及すると、その男が事件当時に男性の奥さんから、やってしまったという内容の連絡を受け、その後現場の家に向かったところ血を流し倒れている男性を目撃したと話し出したんだ。それじゃ奥さんが犯人だったの？警察は女性が男性の喉を上から突き刺すのは難しいだろうと男の犯行だと考えていたようだ。それで証拠を集めるなどしてさあこれからって時に再捜査がいきなり打ち切りとなったんだな。え、どうしてよ。まず刺された男性の奥さんは2014年に大物政治家である木原誠二氏と再婚していた。そして2023年の7月頃から再捜査が打ち切りになった背景を週刊文春が報じるようになり、その内容は一言で言うと木原氏が自分の奥さんをかばうために圧力をかけていたというもので、さっき話した刑務所の男を追及した話のほか、木原氏が自宅に来た捜査員に対し、今日は勘弁してくれ、後でまた連絡する、と言って妻の任意同行を拒否したなどと報じたんだ。うわぁ、それも再捜査をしている時の話ってことね。そうだ。それでその妻はその後事情聴取を受けることになったんだが、妻は警察に対し、事件には関与していません、わかりませんと繰り返すばかりだったという。さらに週刊文春はタクシーの中で木原氏が妻に対し、大丈夫だよ。俺が何とかするから。俺が手を回しておいたから心配すんな。これは絶対言っちゃダメだぞ。刑事の話には乗るなよ。それは罠なんだから。と話してる様子をドライブレコーダーの映像で確認したとも報じていた。これは。そしてそれからおよそ1ヶ月後、事件を追ってた捜査員の人たちは再捜査を打ち切るといきなり言われ、それから5年ほどが過ぎた2023年の7月に元警部補の人が実名で会見を開きこう話す。自決と認定する証拠は存在しない。断言しますけど事件性はある。あれを見て事件性がないという警察官はいない。捜査の終わり方が異常だった。一番に考えないといけないのは遺族。こんな終わり方をしているのに遺族は警察に感謝していますと言ってくれた。警察の人が実名でそんな話をするなんて珍しいことだったんじゃ？ああ、もちろん異例の出来事だぜ。それでその後警視庁の人が、事件性は認められず自決と考えて矛盾はない、とコメントを発表する。そしてご遺族は、再捜査が突然終わって私たちは絶望しました。犯人を見つけ出してほしい。と警視庁に告訴状を提出し、2023年10月に警視庁はその告訴状を受理したんだ。事件性はないってはっきり言ってたのに？そう、はっきり言ってたのにまた事件性の有無も含めて捜査を再開しますってなったんだぜ。つまり圧力で捜査が打ち切られていたけど、週刊文春がその裏事情を報じて騒ぎになったからまた捜査しますってなったわけね。ああ、一連の流れを簡単にまとめるとそんな感じだ。ただその圧力があったのかどうかは、今のところ不透明な部分となってて木原氏はそんな話は存在しないと否定してるぜ。それでこれは最近の話だから今度どんな展開を見せるのか注目されてるってわけだ。
また捜査が打ち切りになったりするのかしら。さすがにこれだけ騒ぎになったから何かしら結論を出すまで打ち切りにはならない。っていうかできないんじゃないだろうか。確かに、真犯人が浮上する展開になるのかな。事件に関わった捜査員の人たちが取材などに対し、事件性はあるとみんな言ってるし、そんな可能性もあるんじゃないかな。ちなみに刺された男性の仲間で刑務所に入ってた男の話があったでしょ。その男は刺された男性の奥さん、つまり木原氏の奥さんと事件当時不倫の関係になってたそうだ。これは、まさかその男が。お次は大阪府にある人口4万人ほどの熊取町という町で7人の若者たちが次々と命を落とした話だ。事件の発端は1992年4月29日に、熊取町に住む17歳の少年が池で溺れて命を落としたことで、警察はその少年が仲間たちと違法なあれを吸引した後池に飛び込んだ事故だとした。そしてそれから1ヶ月後、その少年の同級生だった少年が自宅で倒れ命を落としているのを母親が発見し、その少年も普段あれを吸引していたので警察は同じく事故だとする。ふむ、とりあえずここまでは何も不思議な点はないと思うけど。さらにその1週間後、命を落とした2人の先輩だった少年が自宅近くの玉ねぎ小屋で、首を吊った姿で発見され、その少年は以前に、白い車に追われていると話していたという。そしてその少年の葬儀に参列して手回りに、こいつの分までちゃんと生きよう。お互い悩みがある時は助け合っていこうと話していた少年が、その数日後に以前住んでた家の納屋で首を吊った姿で発見される。前向きなこと言ってたのにそれはちょっと不可解ね。しかもその少年は近々結婚する予定で新居を探してもいた。ほほう。さらにその一週間後、今度はその少年とかつて一緒に仕事をしていた少年が農作業小屋で首を吊った姿で発見され、その時その少年は手を後ろで縛った状態となっていたが警察は自決であると判断する。それはちょっと無理があるんじゃ？警察は少年が自決を完遂させるために自ら両手を縛ったと考えたようだ。ああなるほど。ってわざわざそんなことするかしら。ちなみにその少年も、白い車に追われていると話していたという。最初の二人はあれだけど、その後につながりのある少年たちが次々と首を吊ってるのは不可解だと言えるわね。ちなみにここまでの5人は同じ暴走族に入っていたようで、そんな話からトラブルに巻き込まれたんじゃないかと言われるようにもなる。それって裏社会の人に消されたとか？だな。そしてそれからおよそ1週間後、今度は少年たちと関係ない市の職員として働いてた22歳の男性が森の中で首を吊った姿で発見され、警察は自決であるとしたが男性は地面から4メートルほどの高さから首を吊っていたので、どうしてそんな高い場所で決行したのか、木に登って縛り付けたのか、などなど自決にしては不可解すぎるという声が世間から上がるようになる。つまり誰かの手によって、みたいな感じで言われたわけね。そう、そしてさらにその1週間後、今度は刃物で胸を刺された19歳の女子大生が道路の側溝で発見され、警察は自決であると判断したが女子大生の父親は、娘は怯えた様子で黒い車に追われていると友人に話してました。きっと誰かにやられたんです。自決したとは思えません、と話していた。しかも発見されたのは夜の8時頃でなおかつ人通りのある場所だった。そんな状況で自分の胸を刺して自決するなんてちょっと考えにくいわね。あとその女性も少年たちと同じく不審な車に追われてたっていう。何か関連があるのかしら。結論から言うと7人の高いを関連づける証拠などはなく、裏社会に狙われたとかたたりによるものだとかなんやかんや飛び交った話はどれも信憑性のないものとなるが、それだけいろんな話が出てきちゃったのは7人の発見された場所が半径 1.2 キロ以内という狭い範囲だったから、というのが一番の要因になってるんだ。さらに自決とされた中に不可解なやつもあったと。あと2件目以降に発見されたタイミングがほぼ1週間おきだったのも、何か裏があるんじゃないかと言われる要因となっている。それじゃ結論としては何とも言えないって感じかしら？だな。つまりオチもなくモヤモヤするだけの話だ。たまたまそんな流れになったのか。はたまた本当に何か裏があったのか。お次はロシアの男女9名がウラル山脈で遭難し不可解な最後を遂げたディアトロフ峠事件だ。1959年の1月23日、ロシアの大学生など男女10人が2週間の予定でウラル山脈へ登山に向かい、その途中で1人が体調不良を訴え離脱し残る9人が登山を続けることになるが、その後予定日を過ぎても9人が山から戻ってこなかったので心配した家族が捜索願いを出し、その数週間後に捜索隊が山の斜面で引き裂かれた状態となっているテントを発見する。雪崩に遭遇しちゃったのかしら。
まずはそう思っちゃうところだが、発見されたテントは全部が雪に埋まってなくて雪崩が発生した形跡も確認されなかったんだ。それでその後まず5人のメンバーが亡骸の状態で発見され、捜査当局は命を落とした要因を遭難による低体温症だと結論付けるんだが、5人はいずれも靴を履いておらず薄着の状態で発見されていた。冬の山なのに薄着っておかしくない？それは寒すぎて体温が下がると逆に暑いと感じるようになる矛盾脱衣であるとされたんだ。ほほう。そんな現象が実際あるわけね。そうだぜ。そしてそれからしばらくして他の4人も亡骸の状態で発見されるんだが、そのうちの3人は肋骨や頭蓋骨を骨折してたりとまるで自動車に跳ねられたかのように激しく損傷してて、さらには眼球や舌のない亡骸まであったんだ。だからメンバー同士で命を奪い合ったんじゃないのか、何者かに襲われたんじゃないのか、といった声も世間から上がるようになる。ただの遭難じゃないでしょって言われるようになったと。そう、テントが切り裂かれていた、9人がバラバラの場所で発見された。亡骸が異常に損傷していた、といった状況から一体何があったんだと騒がれたってわけだ。靴も履かずにってさすがにちょっとおかしいしねー。全員ほぼ手ぶらの状態で靴も履かずにテントから数百メートル以上離れた場所で発見されてるし、ただの遭難じゃないと騒がれたのも納得しちゃう内容だが、捜査当局は損傷が激しかった点について結局、未知の不可抗力によるものだ、と結論付け捜査を打ち切ったんだな。何それ随分あやふやな結論ね。だから世間でこんな話が飛び交うことになる。まずメンバーが原住民に襲われたんじゃないのかという話で、その山にはマンシ族という原住民が住んでてメンバーが神聖な場所を荒らしたから襲われたんじゃないかっていう。そんな話が浮上したのはメンバーが撮影した写真の中にマンシ族の存在を示すものがあったから。というのが原因なんだが、マンシ族が部外者を排除するような人たちではなく、テントの周辺に争ったような形跡もなかったとされている。なるほど。続いて KGB が絡んでるんじゃないかという話で、これはメンバーたちが情報活動をしていた KGB の職員であり、メンバーの一人が国の機密情報を漏らそうとしたことで惨劇が起きたんじゃないかっていう。その内容はメンバーの二人がプルトニウムを生産する施設で働いてて、核兵器に関する情報を他国に売ろうとしたメンバーと他のメンバーで争いが起こり、最終的に KGB が事件をもみ消そうとしたんじゃないのかというものだった。なかなかぶっ飛んだ話だねー。お次はカルマン渦と呼ばれる竜巻が発生したんじゃないかという話で、これはそのカルマン渦によって超低周波音が発生したことでメンバーがパニック状態となって、テントから飛び出し、そのまま低体温症になったり谷底に転落し命を落としたんじゃないかというものだ。靴も履かずにってなると辻褄が合うかもしれないわね。他にはキャトルミューティレーション、つまり UFO の仕業なんじゃないかという話もあって、眼球や舌がないのはキャトルミューティレーションされた家畜と同じようだって騒がれたんだな。事件当時に上空を浮遊するオレンジ色に光る物体を見たとか、捜索隊が火の玉のような物体を目撃したという証言もあって、さらにメンバーが撮影した写真の中に、おいおい UFO を撮影した奴があるぞって言われるようにもなるんだ。それってどんな写真だったの？こんな写真だ。これってどうなんでしょうか？あとソ連の発射したテストミサイルが爆発したんじゃないかという話まで浮上するが、そんな爆発があったという証拠は出てこなかった。他にも雪男に襲われたんじゃないかなどいろんな話が飛び交ったが、どの話も確証がないまま現在に至っている。何よ雪男って、もう何でもありって感じじゃない。それで結局結論は出されてないままになってるの？ご遺族の要望を受け2018年に事件の再調査が行われたんだが、結局捜査当局は2020年に事件は雪崩によるものだったと発表したんだな。ただ捜査報告書に事件番号の記載がなかったとか、ページ数が全て空欄になってたとか、報告書の日付が通報のあった日の10日前の日付になってたとか、いろんな話も浮上してきて事件の真相を追ってる団体が、捜査当局は何かを隠していると記者会見で発言してもいるんだ。一体何が起きたんだろ。雪崩だったらテントから逃げ出す時間なんてなかったんじゃないのって思うけどな。それじゃラストは女性がホテルから忽然と姿を消した事件で、2013年の1月31日ロサンゼルスのホテルに宿泊してた21歳のエリサラムという女子大生の行方がわからなくなり、心配したご両親が捜索願いを出したことで警察は捜索を開始するが、なかなか発見できず、失踪から1週間が過ぎた頃情報を集めるため警察はエリサラムが映るエレベーターの監視カメラの映像を公開する。するとその5日後、エリサラムが宿泊していたホテルの屋上にあった貯水タンクの中からエリサラムの亡骸が発見され、
その体に外傷がなかったことから警察は不慮の事故だと判断した。自分で貯水タンクの中に入ったと考えたわけ？そう、つまり自決したとされたんだ。そして発見されたきっかけはホテルの宿泊客から。水の出が悪い、水が黒く濁ってる、水の味がおかしいといった苦情が相次いだことだった。うわぁ。そんな苦情を受け貯水タンクが調べられた結果、タンクの中で浮いてるエリサラムが発見されたわけだが、問題はその発見される前に公開されてたエレベーターの監視カメラの映像で、そこに映ってたエリサラムは慌てた様子でボタンを押しまくったり、中から身を乗り出し左右を確認したり、隅っこに立って隠れるようにしたりとまるで誰かに追われているかのような様子を見せていたんだ。何それ不気味な感じね。そしてしばらくするとエリサラムはエレベーターから立ち去り、それが彼女の姿を映した最後の映像となるんだが、その異様な様子を映した映像がネット上で拡散され、彼女は一体何に対して怯えているのか、何かに取り憑かれているんじゃないか、といった感じで世界中で話題となり、やがてエリサラムの奇妙な行動が精神的な病によるものだと言われるようになるんだな。ほほう。それはエリサラムが双極性障害、いわゆる精神状態が安定しない躁うつ病を抱えており、奇妙な行動をとっていたのは誰かに追われているという妄想によるもので、その後貯水タンクの中に隠れようとしてそのまま命を落としたんじゃないのかっていう。それだとエレベーターで見せた奇妙な行動から繋がる感じはするわね。ただエリサラムがどうやって屋上に行ったのかという問題も浮上してくる。というのも屋上の入り口にある扉はロックされてて、鍵を持ってるホテルのスタッフしかその扉を開けることができないようになってたんだな。それじゃ一体どうやって？ただ15階からはしごを登れば屋上へ行ける作りにはなっていた。でもそのはしごは建物の外にあって、屋上に行くためには15階の窓から外へ出てはしごをよじ登る必要があったんだ。ってことは危険だけど屋上へ行けるルートはあったわけね。だな。そして次の問題は貯水タンクの蓋をどうやって開けたのかという点で、その貯水タンクの蓋はとても重たくホテルのスタッフが、女性一人で開けることができるのか疑問が残る、と話してもいた。また発見されたエリサラムは全裸の状態で着ていた服が彼女のそばで水に浮いていたので、自決であればどうしてわざわざ服を脱いだのか、といった部分も不可解だとされたんだな。そもそも自決する気だったら屋上から飛び降りた方が早いというか、そっちを選ぶんじゃないかなって思うけど。だから誰かに追われているという考えから貯水タンクの中に隠れようとした。っていうのがやっぱり一番しっくりくるかもだ。誰かに命を奪われた、みたいな話もないわけだよね。警察が捜査した結果そういった話に発展するような物的証拠などは何も見つからなかったという。だから結局この出来事はエリサラムの自決というか不慮の事故だとされ警察の捜査は終了したんだ。あと気になる部分があるんだけど、発見される前って貯水タンクの蓋は開いてる状態だったの？いや、閉まってたらしいぜ。それじゃ蓋をちょっとだけ開けて滑り落ちるように中に落ちたのかな？もしくは誰かが閉めたのか。っていう。どうしてもいろんな想像が膨らんじゃうな。はい、というわけで今回は内容が不可解だとされている事件をいくつか紹介してみたぜ。どうだつくよ、もやもやできたか？おかげさまで。でも大物政治家の話って紹介しちゃって大丈夫だったの？それは知らん。どうか関係者の人がこの動画を見ませんように。この動画が消されてたりチャンネルが消滅してたらお察しください。本当にありそうで怖いんですが。ってことでもっともやもやしたいっていう人は、ちょっと前に紹介した解明されていない超常現象ってやつもよかったらチェックしてほしいぜ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。